ます。ABEX アーティストアカデミー大阪校、キッズジャズを担当しています、ハッサンです。よろしくお願いします。はい、今回は、初級クラスの、私担当してるんですけれども、その内容を、動画で配信していきたいと思います。はい、レッスンの内容ね、初級クラスっていう と、入門から上がってきてっていう感じになると思うんですけれども、私そこでちょっと大事にしてるのが、ある程度やっぱこう入門クラスとかでやってきたことがで、ね、ターンとか例えば回れるやり方覚えたりだったりとか、こう振り付けで体の動かし方をちょっとできる段階やと思うんですけれども、私がそこで、初級クラス全般やと思うんですけれども、そこからこうターンするときにどこまで細かいところまで意識できるかっていうのを、初級クラスではちょっと大事にしています。例えば、つま先をしっかり伸ばすことだったりとか、指先をどこまでも引っ張っていくことだったりとか、その時にも肘は伸ばすし、体をどっから動かしたら綺麗に、ラインが見えるかとかいうのを、すごく大事にして、クラスを進めています。はい、なんでそれを踏まえて、今日はちょっとかっこいい系の振りに、挑戦してみたいと思います。みんなぜひやってみてください。お願いします。はいはい、では、カウントでまずは行きたいと思います。ちょっとね、細かく行きたいと思います。足開いた状態からで大丈夫です。はい、で、1から、両手を床と平行にまっすぐですね、まっすぐ出すようにして、1、2、で、右手肩の上、左手腰の横につけます。はい、これがセーブで、1、2です。はい、で、その時に1、2の時に首を2&3で3つ、顎が2&3、右上下下ちゃうわ、真ん中、はい、っていうのを7、8、1、2&3です。はい、2のここのタッチした瞬間にも首が動くので、ね、忘れないように。はい、そしたら7、8、1、2、次、このカーマスの3で前向いてたと思うんですが、前向いた瞬間に右手が上、左手が下、プッシュしながら手を丸く動かしていきます。はい、右手肘しっかり使って遠く、左手は押すような感じね、押すような感じで横に広げていきます。が、2&3、4使っていきます。はい、ここちょっとややこしいんでもう一回いきましょう。5、6、7、8、1、2&3、4ってなります。来たらば5、この寄せた足を5でもう一個ツイストしてあげます。ツイストしたらその反動で2&3、2&3、3&4、5&6でボールチェンジします。はい、7でタッチ、8でクロスして、もう一回タッチします。はい、その時に手を出してあげます。どうなってるかというと、7、8、1、2&3、4、5、6、7、8、1ですね。はい、1ってきたらそのまま足後ろにつきます。1、2、8、OK 見えたかな、早いよ。1、2、8で右足しっかりストップかけてあげます。その時に手一回返してブスって刺します。1、2、8、はい、手のひらをしっかり返してプス、はい、3で一気に肘すぎアクセント、そしたら4、5、6、7で頭から入れて頭から上がってきます。はい、ちょっとそこまでつなげましょう。7、8、1、2&3、4、5&6、7です。はい、あと半分頑張って、そしたらこの頭からつなげて出してきた時にお尻左に出します。はい、そしたらそのお尻を右左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 4セット、右左右左右左したら右に3、5回目かな、1、2、3、4、5、6、7、8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 、1、2、3、4、5、6、7、
回、2回、3回、4回、5回目でボールチェンジ、半回転、ここは6です。 IN6 M7A で背中しっかり使って胸を 7A1 でひねる、2でノック、3で右手が上、左手が平行、3、4、回ります。5、6、1回肩、ドン、ドン、ハーで美しく飛ばします。以上、ちょっと後半パッていったので、もう一回いきたいと思います。3から、1、2、3、頭から4、5、6、7で押し出して、8、1、2、3、次、4、ボールチェンジ、6、7、8、1、2、3、4、5、6、カッカッハーでなります。はい、気をつけてほしいのが、リズムが途中で入ってくるので、リズム入るときにも、もうこうなってしまうこととても多いんで、リズムが入るとき、お尻のときね、お尻のときに、背中後ろにお客さんいるのをちゃんと意識しながらお尻してあげてください、はい、でボールチェンジして半回転したらすぐここでね、ここすぐ来るので4 and 5でボールチェンジ、6 and、 ここは早いです。はい、7 and 8、肘しっかり張って上に引っ張ります。1 2、ノックするだけで、3カット、5 and 6、セットアップ、はい、ではちょっと頭からつなげてみましょう。5 and 6 7 8 1 2 and 3 4 5 and 6 7 8 1 2 and 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4、ボールチェンジ、6 and 7 8 1 2 3 4 5 and 6 7 8 となります。はい、で最初の説明でも言ったようにアームスが結構すごく大切になってきて、最初の手落ちない、両手平行です。あとはタッチした後のここ、左手はしっかり引っ張って、ここの脇の下ビヨーンってなるぐらい自分で、絶対ちぎれへんから、絶対ちぎれないので、はい、ちぎれそうやなってとこまで行っちゃう、はい、で結構ね自分の体って伸びてくれます、はい、伸ばすときは伸ばす、なんで伸ばすときちゃんと伸ばしてあげたら曲げたとこも見えます。はい、でここ頭しっかり引っ張ってください。でずっちゃっちゃ、ここね、あとアームス、はい、アームスの動きがとても重要になってきます、はい、なんでしっかり伸ばすときは背中から伸ばすようなイメージで出してあげてください。はい、カウントは以上です。はい、お願いします。はい、それでは音でいきたいと思います。最初4エタルので数えておきます。だったでしょうか。こんな感じで、レッスンしています。もう少しね、レッスンになるとちょっとゆっくり教えたりとかになると思うんですけれども、いいなと思ったらぜひぜひ練習してみてください。はい、ハッサンでした。